こんにちは、ヤスです。今回はミディ検定って持ってると意味あるのかなというようなことをお話ししていきます。で、こういったものっていうのは意味あるかどうかっていうのはもちろん人それぞれなんですが、ちょっと僕が思いつく限りのことを挙げていきます。まあ、こういう人には意味があるよっていうのと、こういう人には意味がないよっていうのを挙げていきますね。とまず意味ある人っていうのは資格マニアの人ね。もうこれは資格持ってること自体がハッピーなので意味あるでしょう。だから取りに行ってください。で、次、別に資格マニアじゃないけど音楽制作とかねやってるし、こういう方面の話好きだからちょっと趣味がてらにね、どんなもんか覗いてみようということで、取りに行ってみようっていう方は、そういうこういうことに接してる時間自体が幸せなので、それもこういう人にもいいでしょう。意味ありますよね。で、3つ目なんですけれども、例えば音楽制作ね、その DTM を始めたばっかりとかの人が、これからできるようになりたいんだよねっていう方が、勉強しなきゃいけないこといっぱいありますよね。で、そういう人が一人で黙々と勉強するっていうのはちょっと苦手だと、そういうのはちょっと継続難しいんだよねっていう人が、この検定を目標として、それを自分で自分の尻を叩く材料として使うと、だからそういう目的、勉強を続けるための道具として見ると、そういう人にはいいと思います。意味あると思いますね。で、4つ目なんですけども、ネットで音楽関係の情報を発信したりしてる人、例えば僕みたいに YouTube でこうサウンドに関するとか、演奏とかいろいろ音楽に関する話をしてる人にとっては話のネタになるという意味で意味あるので、そういう人も取りに行っていいと思います。だから僕なんかはこれ取りに行くと、それなりに意味があるのでいいと思うんですよね。というのは意味あると思います。で、5つ目なんですけれども、例えば今現在音楽関係の職に就いてる方、例えばエンジニアとかね、音楽制作関係の方、そういった方がお客さん、お客さんっていうのは基本的に音楽に制作には素人なわけですよ。で、そういった人たちを安心させる、安心してもらう、で、自分たちをちょっとよく見てもらおうと、いうために、言葉は悪くっていうか、平たく言うと素人騙しですね。素人騙し的な何かしらの効力を発揮させようと思って、持っておこうっていうのはいいと思います。また別にそういう意味ではなくても、単純にお客さんとね、話の、 そのきっかけになったりする可能性もあるわけですから、そういったネタとして使おうと思ってるって持っておこうって考えてる人がいるんだったら、それはそういう人には向いてると、取りに行っても意味あると思いますね。こう打ち合わせとかするときに、免許、不動産関係の人じゃないけど、宅建だっけ、免許を横に置いてあったりするじゃん名刺がてらにね。だからそんな感じで、ミディ検定の免許置いとくとかそんな、それ何ですかみたいな、感じでね、お話が始まって話が弾んでスムーズにいくかもしれないよね、というような感じで、使うとして、そういうこと考えてる人には意味あると。で、逆に意味ない人ですね、こういう人は取りに行っても意味ないのでやめてくださいというのが、まず学生に多いと思いますが、就職活動で何か役に立つかもって考えてる方、例えば音楽制作会社に作曲家として就職したいと考えてる方とかね、またそのなんかこうカラオケなんかのデータ制作の仕事したいんだよねって、そういうところにアプローチかけたいんだよねって考えてる方、これ検定持ってた方が多分いいんじゃねえかなと思って、有利に働くんじゃないかなと思って取りに行こうとしてる方、全く役に立たないのでやめてください。その時間とお金と労力あるんだったら、音楽のもっと必要な基礎的な能力を磨く、スキルを磨くところに費やした方が絶対的に将来的に強力な武器になるので、そういう使い方をした方がいいと思います。で、2つ目なんですけれども、今現在なんか教えるっていうことをやってる方ね、教職の立場にある方、例えば DTM 教えますとかね、そういう方とか音楽関係なんか教えますみたいなことやってる方が、なんか俺教える立場だから持ってないとやばくねとかね、なんか私持ってないといけないのかもみたいな、漠然とちょっとこう不安になっちゃうっていうか、なんかやばいかもね、危機感持っちゃって、で、取りに行った方がいいのかなみたいな考えちゃってる方、これはねもう全然取りに行かなくていいと思います。要するに生徒が先生に求めているものは免許じゃないんですよ。検定じゃないんですよ。しかもこれ民間の検定ですからね、そんなものじゃないんですよ。生徒が求めているっていうのは、先生のその教わるその基本的なその知識とか技量っていうのもそうなんですけど、技術面とかもそうなんですが、それと同等に求められるものは教えるスキルなんですよね。その生徒に合わせて、話す、物事を伝えることができるスキル、
っていうことが非常に大事なので、それができていれば生徒はそのちゃんと先生についていきます。あ、この先生いい先生だなとか、分かりやすい先生だなとか、この先生お金払ってよかったって思えるわけですよ。免許がないからこの先生ダメだとか、免許あるからこの先生いい先生だっていうふうに見てるわけではないので、全然今教職員なんかちょっと危機感持っちゃってビビった方は全然堂々としててください、うん、堂々としてください。こういう方も取りに行っても全然意味ないと思います。で、3つ目なんですけれども、これは独学でやられてる方に、多く発生しやすいんじゃないかなと思うんですけれども、日々一生懸命自分なりに勉強はしてはいるんだけれども、それがどれぐらいこう自分の身になっていってるのかっていうのが分かりにくいじゃないですか。で、例えば音っていうのは目で見えないし手に取ることもできないっていうね、そういったものだから、勉強しててもなんかどれぐらいこう身になってるのか分からないから、漠然と不安になっちゃって、なんか行動を起こそうみたいな感じになった結果、ミディ検定にたどり着いて、それを取りに行って、形手に取って、形目に見えるもの、これを持って、これで僕も伸びたぞみたいなね、私も伸びたみたいな、頑張った証だみたいな感じで、一時安心してしまうっていうね、そうやってなんとなく漠然とした不安から逃れようと思ってこれを考えている方っていうのは絶対おすすめしません。やめた方がいいです。そういうことにお金、時間、労力費やすんだったら、もっとちゃんと勉強、基礎的なことの勉強にそれを費やした方が絶対的にもう将来的に役に立つ強力な武器になるので、そうしてください。で、このミディ検定について調べようと思った方で、興味持って調べようと思った方で、例えばこれが意味あんのかなって思った方、その意味あんのかなって思った方の大半はおそらく仕事の現場で役に立つのかどうか、またはその就職活動に有利に働くのかどうか、多分これが圧倒的に多いと思うんですよ。で、そういった意味の話もうちょっと突っ込んでいって話すと、音楽、音に関する職業、僕は全部知ってるわけではないので、僕の知らない職業もあるでしょう。で、そういったところで役に立つという可能性はあるよね。可能性の話をすれば可能性はあると思います。あると思いますけど、例えば僕が体験でもって知ってる、職場の話をすると、音楽制作、作曲、編曲、レコーディング、PA や SR、なんかも、やってました。で、あとカラオケのデータ制作とかもね、いろいろやってたんですが、そういったところで話すと、このミディ検定どれぐらい意味あるのかってことなんですが、全く意味ないです。もう全く意味ないです。全く意味ないどころか、例えばサッカー志望の人がミディ検定とか履歴書に書いてあったりすると、下手すると変に勘ぐられて、あ、この人なんか分かってんのかなって、なんか逆に勘ぐられて、なんかマイナスな印象を受けるすら なきにしもあらずっていう感じですかね。だからそれぐらいもう全く意味がないですね、これを履歴書に書いたところで全く意味ないし、現場で役に立つかっていうと、それも全く役に立たないです、っていうことなんですけども、それはなぜかというとですね、この検定何級を持ってようが、3級だろうが2級だろうが1級だろうがですね、実際に現場で仕事をするにあたってのその実務能力がどれぐらいあるのか、知識や技術っていうのを実際の仕事でどれぐらい活かせるのか、実践でどれぐらい活かせるのかっていうことを全く推し量れないんですよ、このテスト。3級2級の過去問とかやったり、1級の内容見たりとか、しましたけど、そういったことは一切実務能力っていうのは一切推し量れないので、だからかそのね、例えば、採用する側の人間だったとしたら、履歴書に検定なんか1級持ってますとか書かれても、でってなっちゃうんだよね。それはいいからとりあえず曲聞かせてとかね、とりあえずデータ見せてんで、その方が早いし確実なんですよ。で、早いことはないか、早いのはないけど、確実なわけね。今現在この人が持ってるスキル、実際にどれぐらい活かせるのかっていうのが分かるのは、実際に曲聴いたりとかで作ったデータを見た方が確実なんですよ、っていうのがあるから、全然役に立たないよね。で、この内容2級まではほぼ全部知識だけって感じかな。で、1級が実技、だけって感じかな。で、例えば1級をね持ってても、1級はどうも1次審査2次審査ってあって、1次審査では楽譜から渡された楽譜を打ち込むんですけれども、打ち込んだのにそのノートミスがないかどうかっていう、そこだけ見てるらしいんですね。
それについていろいろ書かれてるんですが、一次審査ではそういった誤り、音に誤り、音自体に誤りがないかっていうのを見ていると。で、二次審査で打ち込みのそのなんかこうもうちょっとこう技術的なこと、要は各楽器パートの打ち込みは丁寧にされてるのかどうかとか、全体的にバランスよくミックスされてるのかどうかみたいなところを見られるようなんですが失礼で、これってかなり基礎的なことじゃないですか。楽譜見て音符間違えてないかどうかとかって基礎的なことだよね。実務レベルでこんなことありえないわけですよ、仕事でね。でね、一級でもその程度のことしか見られていないんですよ。で、変な、打ち込みをしてないかどうかとかね、要は安全な再生ができるデータ制作っていうところを見てるとは思うんですが、でも毎回課題曲違うしその音楽のジャンルとかも違うし、別に音源が指定されてるわけではないので、だから その本当に安全なデータ制作ができるかどうかっていう意味でもっても、本当に基本的なところができてるのかぐらいしかわからないよね。これじゃ見れないはずなんですよね、そのぐらいしか。だから実際に仕事ではそんなの当たり前だよねレベルの話のことまでしか分かってないので、特にそれ書かれてもなっていう感じなんだよね。一級持ってますって言われても、でこのさらに言うと、このね、この公式ページのこの一級試験の結果っていうのがね書かれてるんですけど、この結果、要は受験した人がどういうところのミスが多かったですみたいなことが書かれてるんです。で、これはまあこれから受けようとしてる方がそういうところ注意してくださいみたいなことでね、もうそれを促す意味で、書いてくれてるんだと思うんですが、これね過去10年分あるんですけれども、この中で一番多いのがとにかくノートミスが多いって臨時記号とか調合とかが理解できてないとか、音程が間違ってるとか、なんかピッチが間違ってるとか、なんかこういろんな言葉で書かれてますけど、結局音が分かってない、楽譜通りの音が打ち込めてない、それはつまり間違った音が鳴ってるけど気づいてないんだよねってことでしょ。分からない、要は知識はあるけど耳が育ってない人が多く受験しているっていうことなんですよね。で、これ受験の仕組みは1級を受けるには2級が必要で、2級を受けるには3級が必要なんですよ。で、2級まではほぼ知識の問題なので、1級を受けてる人の多くは耳は育ってないけど知識だけあるっていう状態の人が多いということなのね。で、これは本当に一番多いミスがみたいな感じで書かれてるから、まだそのまんまですよね。推測も何もだから聞いてよくわからない、けど、知識はあるっていうような人が多く受けてるというようなのがここから見て取れると。で、これね、なんか前半の過去5年ぐらいはそういうこと書かれてるんですけど、でもその後半の5年分ぐらいはね、なんか一気にそういうこと書かなくなってるんでね、なんか書き方は突然方針転換したかのように、なんかこういうミスが多いみたいな感じの書き方ってされてないんですよね。なんか曲の説明だったりとか、なんかそんなことしか書かれてないんですが、とにかくそういう感じのテスト内容なので、例えば音楽本当に最低限の安全に再生できるようなデータ制作ができるんじゃないかなぐらいのことしかわからないんでね、楽譜から正確にある程度の音は読んで、それが分かってるというような程度しかわからないので、何とも言えないんでね、いや それだけでもなっていう感じなんだよね。ちょっとその技量を推し量るには足りないんですよね。で、例えばね、これ作曲家志望の人が例えば音楽制作会社に、とか、そうだな、ゲーム会社とかね、受けようかなと思ってる、人が、そういうところで逆にこう会社側から求められる情報っていうのがあるわけだけど、それを何も表現できてないのね。例えば、何を知りたいかっていうと、雇う側としては何を知りたいかっていうと、そのこの人の作曲の得手増えてとかね、そういうことも全然表してないので、この検定からだけではそういったこと汲み取れないし、そして次大事なんですけれども、相手の言ってることを汲み取る能力があるのかどうかっていうことが全くわからないんですよ、この試験。
この試験でそれが全くこのそれを点数化数値化できるような内容には全くなってなくて、これつまりどういうことを言ってるかっていうと、例えば誰かお客さんにこんな曲作って、お客さんとかプロデューサーとかにさ、こういう曲作ってよって言われた時に、こういう曲ってなんかこういう場面でこんなニュアンスでみたいなことを言われるわけだけど、それってそれを相手が何をイメージしてるのか汲み取れないといけないわけなんだけど、それがわからないんだよね。だからこの検定の書かれても何の意味もないわけですよ。だから実際にはこっちからこう出してる、まあ、こんな曲書いてみてくださいみたいなねことだったりとかで、それで曲聴いたりとかね、で実際にまあカラオケのデータ制作とかだと、そのでなんか打ち込んだやつ一曲メールで添付してくださいで終わるからね右データ小さいし、なのでそれ見ればもう一目瞭然で、安全なデータ制作っていうのがしっかり売り物になるデータ制作っていうのがしっかりできるのかどうか、その人の今現在の技量っていうのがちゃんともうそれ一発で分かるわけですよ。だから全く必要ないのね。という意味でもそういう音楽制作、僕が知る限りでの音楽制作の現場では何も役に立つっていうところがないので、プラスに働く要素は全くなく、まあ、むしろなんか逆にこいつなんか分かってんのかなみたいな感じで、やろうとしてること分かってんのかなみたいな、うちの会社のこと分かってくれてんのかなみたいな感じで、逆になんか印象悪くなる可能性もなきにしもあらずみたいなね、そんな感じになってしまう。だから全然ミニ検定意味ないです。そういう仕事とかね、就職活動で有利に働くかとか考えて、意味あるかっていうふうに思ってる方に対して言うと意味はないと思いますね。僕が知る限りでは意味ないかなと。でね、過去僕この検定をね持ってる人っていうのは一人しか見たことないです仕事の現場で一人しか見たことなくて、でそれもね見たのはね1999年のことです僕が専門学校行ってた頃に、その、データ制作を教える先生が、まだこれ右検定ってねできたばっかりだったと思うんだけど、これまあ物は試しに受けに行ってみたっていう感じで取ってきたんだよねつって免許見せてもらったことはあった。なんかパウチっ子じゃないけどなんかねこういうプラン運転免許みたいなやつね、っていうのはありましたね。でね、この本も僕当時買ったやつというか買わされたやつなんですけど、学校でミディ検定3級の公式ガイドブックで、これはね、そうか、初版が平成10年11月で、これは、第3版ですね。で平成10年だから98年か、12月に発行されてるやつのね。でだからまあ結構赤線でチェック引いてあったりとか、まあ、授業で一時使ってたんですよ、ちょこっとねこれ使ってたことがあって、まあ3級のやつなんですけれども、当時その、ミリ打ち込みを教える先生がなんか試しに受けに行ってみたで、それしか見たことないですね、ミニ検定持ってるっていうのは。で当時僕もミニ受けに行こうかなとかって思ったんですけど、なんか本屋さんとかで何級だったかな、なんか5級だったかなんかを取りに行こうかと思って、なんかこういろいろ本屋でこう参考書、これの検定のガイドブックみたいなのを見てたんだけど、なんか簡単すぎて、いいやと思って簡単すぎて別に取りに行かなくてもいいだろうって思って、なんかそれっきりっていう感じなんですよね。まあでもねこの本、まあ今どうなってるか分かんないけど、どれが刷新されて、まあ今も売ってるのか分かんないけど、とりあえずミディのことを勉強していこうかなっていう人にはいいかなとは思いますね。そういったことが書かれているので、まあ、参考書の一つに買ってみてみるっていうのはまあいいかなと思います。このミディ検定を別に受ける受けないに限らずね、はいいかなと思いますね。まあそんな感じでミディ検定、僕は実際現場で一人しか持ってる、試しに持って受けてみたっていう人しか見たことないし、まあ、実際僕が知る限りで現場で役に立つかって言ったら全くそんな役に立つこと全くないんですよ。だからまあそういったことにお金や時間労力費やすんだったらもっと他のことに当てた方が全然身になるかなと思うので、そういう意味で意味あるかって思ってる人に対しては僕は意味ないのでやめてくださいって言います。まあ、だけど単純に資格が好きとかそういう人、話のネタにとかね、そういう人は
もうどうぞ受けに行ってくださいっていう感じですね。まあ、ただしこれさっきもちょっと触れましたけど、なかなかお金を稼ぐためのシステムが組まれていて、まあ単純に受験料だけでも1級を取ろうと思ったら 3,4 万ぐらいかかるかな。というか1級を受けるには2級が必要で、2級を受けるには3級が必要みたいな仕組みになってるから、もう完全に集金システムだよねっていう感じになってるから、まあその辺は覚悟しないとねっていう、というようなところでしょうかね。まあ、ミリ検定、まあ、興味ある方はまあ、ちょっと覗いてみます。それでも興味ある方はね、ちょっと覗いてみるというのもいいんじゃないかな。まあ、過去問やるだけでもね、ちょっと楽しいかもしれないね。この公式ページに過去問なんか置いてあるので、僕もやってみたけど、あれなんだっけその名称みたいな、正式名称それかみたいなですね、そういうことあるので、例えば実務経験でもね、現役でも今ある方でも受けに行くんだったらちょっと見直した方がいいと思うよ。さすがにね、ちょっと100点取るのはなかなかね難しいかなと思いますね。知識的に自分がなんか端折って覚えてたりとかね、その自分の集団周りで、普通に使われてた言葉が実は外では違ったとか、そういったこともあるかもしれないから、ちょっとね100点取ろうと思ってる方は見直した方がいいかなとは思いますね。はい、まあそんな感じで今回はミディ検定意味あるのというお話でした。ということで、よろしければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。終わります。ご覧いただきありがとうございました。安でした。ではまた。